ドエス刑事、シリーズドエス刑事種に交われば赤くなる殺人事件。ドエス刑事種に交われば赤くなる殺人事件は、七尾四文による日本の推理小説。ドエス刑事シリーズの第二弾となる。著者曰く、黒いマヤのドエスぶりがより発揮されるという。文庫版の後書きは著者と同じ第8回。このミステリーがすごい。 大正出身で著者の友人である中山七里が手掛けている。人気クイズ番組、クイズマスターに出演していた、ウリュウマサオが、喉を一直線に深く切られるという残忍な手口で、殺害された。黒井マヤは、浜松から呼びつけた相棒の大神山と、いつもまとわりついている浜田と共に捜査を開始する。一方、ウリュウだけでなく、 クイズマスターでウリュウを破ったライバルのアナン達郎と、麻生弥生に、敗者にしようという封筒が届いていた。アナンと、弥生は、警察沙汰にすることを避けるため、脅迫状の存在を秘密にしてしまう。しかし、アナンの周りでは喉を切られるという、同じ手口で知人が残殺されていた。そんな中、アナンが、かつて解雇した、伊勢屋義美が現れ、 嫌がらせをするようになる。阿南は怒りのあまり伊勢屋のアパートを訪れるが、そこで見たのは喉を切られた伊勢屋の母親、花江であった。大蟹山たちは伊勢屋花江がカルト教団である M 教団に入信し、今回の犯行と同じ手口の悪魔払いを進行していることを突き止める。果たして伊勢屋義美は残忍な事件の犯人なのかどこへ消えたのか ありがとうございます。